明治期に撮影された和裁風景。合わせの長着を縫っている、洋子和裁は和服裁縫の略語であり、和服を製作すること、またその技術のことを言う。日本において裁縫は針仕事、お針とも呼ばれ、大正時代頃までは布、を和服や布団などの形にすることを言い、戦前までは女子教育において必修科目とされていた。 和服は本来気弱の状態で販売され、自家で仕立てるものであったが、生活の洋風化に伴って和服が日常儀ではなくなり、したがって和裁も現代の一般家庭で行われることはほとんどなくなっている。和裁は洋服を縫うための技術である洋裁が昭和初期頃から普及し始めたことによって洋裁と区別するために生まれたのであり、和服と同じくレトロニムである。 ここでは主に和服を縫うための技術について記述する。和裁用の電気を手も物は和服や帯、寝具などの材料となる織物で、基本的には長着1枚を仕上げられるだけの分量があるもの。大人の女性用の長着に使われるのは幅が約 36cm の波幅と呼ばれる単物で、女性用の長着を1枚作るには、概ね 12m ほどの長さの波幅が、 必要とされる。この他にも用途によって様々なサイズの単物があり、布団用のものには幅が7 2トルほどのものもある。長さは4メートルほどの端尺から2 6ルほどのものまである。布の表面を保護するために中表に巻いてある。長木の一般的な裁断図を示す。これは単まは合わせの表布で大人用の 同ちと呼ばれる立ち方であり、男女ともほぼ同じである。柄合わせを必要とする場合、また、反物に傷などがあって、難点をカバーする必要がある場合は、サズの縦線で区切られたパーツの並び順を入れ替える場合がある。右の袖左の袖右の身頃左の身頃右の、奥見左の奥見掛け襟、友襟本襟、血襟子供用の場合は、ある程度大きい子供であれば、 本立ちにするが、3歳から11歳くらいであれば、中立ち、それより年少であれば、子立ちにする。中立ちの代表的なものに4つ身、子立ちの代表的なものに1つ身がある。和服を仕立てる際に最も重要な寸法は、着丈と雪丈である。女性用の場合、見丈に多少の違いがあっても、おはしょりの幅を調整することで、自分の着丈に合わせることができる。 男性用の場合はおはしょりを作らないついたけなので、やはり着竹が重要となる。雪竹が足りないと腕が中途半端に出てしまって見栄えの悪い着姿になる。厚生労働省は1967年度から毎年1回推薦されたものを審査し、卓越した技能者を選んで現代の名工として表彰、発表している。衣服の職業という職業部門に 和服仕立、て、修理職という職業分類がある。和服仕立て職や、染色工など、和服関連の職業の卓越した技能者が今まで多数表彰された。教育訓練施設には、職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練による職業訓練施設、学校教育法に規定される各種学校、専修学校、法令に規定されない施設がある。 以下は、施設の例である、和裁教育訓練施設一覧。ありがとうございます。